皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。いや、今日もね、すごい大変だった。今日さ、仕事中とか、まあ、仕事の移動時間に3回着替えたんだよね。めっちゃ汗かいて。1回目は朝、着替えはいつも持ってってんだよ。3着、4着ぐらいね。汗かくだろうなとか。あと、なんか汚れちゃった時のために。夏以外もね。うん。いや、3回も着替えると思わなかったなって。2回ってことはたまにある。1回とか2回は。3回っていうのはね、よほどのことだよ。まあ、それだけ暑かったってことです。なんか明日も暑いらしいね。無理せず頑張っていきましょう。うん、で、さっきね、仕事終わりっていうか、仕事の帰り道、梨食べてた？うん。もらった？梨を。お母さん梨食べます？とか、食べるよ、つって。割と好きだよ、つって。梨嫌いっていう人の方が珍しいよね。なんか洋梨が苦手な人、ちょっとなんか、あの味が、ちょっとなんかしっくりこないっていう人は聞いたことあるけど、梨が嫌いっていう人、あんま聞いたことないかな。まあいるんだろうけどね。まあいいや、話が長くないさんで切り上げます。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。